ちらが68年生、67、8年生ですね。オリジナルの、J45 ヘボニーブラック、ダウンベリーのブリッジに、アジャスタブルサドル、まあ、ナローネックに14度角ヘッド、もう当時そのままの深くのある個体になります。60年代後半、67年から9年の間の製造のものですね。まあ、やっぱり歯切れが良くてさすがに気持ちがいいですね。近年ものの、2013年製1960年代モデルの J45ADJ、ブラックカラーでガードロゴ、ホワイトガード、アジャスタブルサドルっていうところは60年代後半スペックなんですけども、ネック幅は割としっかりしてて、ヘッドワークも、まあ、17度あるタイプなので基本は近年もの、通常の今のギブソンのスペックになってます。まあ、カラーとアジャスタブルの機構は60年代を再現、黒の時のですね。まあ、音は割とアジャスタブルであることを感じさせないような地に足のついたサウンドなので、まあ、最近のギブソン J45 として弾ける感じかなと思います。こちらギブソンカスタムショップの2015年製リミテッドの、1960S J45 VOS、近年のギブソンの VOS フィニッシュ、半ツヤ消しのようなちょっと薄めで綺麗な塗装のモデルですね。基本は黒の近年の復刻版 J45 と似たようなスペックで、ネック幅もまあ普通の 44.5mm ほど、ヘッド角も17度あるので、近年の J45 とほぼ近いスペックで、まあブラックカラーにアジャスタブルサドル、ホワイトのガードロゴといったスペックですね。少しアジャスタブルらしいジャキッとした感じが加わるんですけども、近年らしい明るくて音量の出るといった元気な部分っていうのはオールドと違って近年のギブソンらしいサウンドかなと思います。非常にバランスがいいです。
がギブソンカスタムショップ、1968J45ADJ のエボニーブラックですね。近年のギブソンの復刻版、通常の復刻版と違って、こちら日本 の, あの黒沢楽器さん、三木楽器さんのオーダーモデルになってます。非常に68の当時のブラックに忠実で、カラーリングもあのツヤがあって、最近の薄いグレーっぽい塗装じゃなくて深いですね。でアイボリーの、焼けた風を再現した、ラージガードにアジャスタブルサドル、こちらはウッドサドルでなくてあのセラミックタイプを黒に着色して、まあ、それっぽく仕上げてありますね。で特にすごいのがホールの位置が60年代後半と同じ、少しフォワードしているタイプで、ナット幅も40ミリ前後のナローネックで、ヘッドワークも近年全然ギブソンの復刻ではあの行われてなかった14度角のヘッドを再現していて、非常に復刻モデルの中だと60年代後半の音に一番近いかなと。やっぱりここのネック周りとか見直すと本物に近づくなといった印象です。非常に歯切れが良くて気持ちがいいですね。もうザ・弾き語りに向いてる 60s サウンドに近い復刻モデルになります。非常におすすめですね。